Honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. Hello there! 始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、私今神戸にいますので、ですね、神戸のですね、はい、天馬先生にお越しいただきました。こんにちは。ありがとうございます。お願いします。いやー、お久しぶり。お久しぶりで。ですね。なんか変な感じですけど、ですね、じゃあ、お変わりないですね。ぼちぼちやってます。そうですね。そうですね。まあ、天馬さんの、そうですね、ことも知らない方もいると思いますけど、まあ、あれですね、学校やってらして。うん、まあまあ、でも今、それは縮小というかね、今ちょっと専門学校で働く時間があるので、そっちの方が時間的には圧倒的に多いですね。で、誰でしたっけ、西宮で一番発音にこだわるですね、講師という方で。そうです。でもそういう名前のブログをね、そうですね、やってます。最近全然更新してないです。そうなんですね。非常にもう発音のですね、マスターであるですね、いらっしゃいますけども、あれですか、英語はいつから？英語はね、普通に中学生からですよ。あら、うん、中学校1年生、ね、まあ、田舎の、徳島の田舎なので別に何でもいいや。あ、うん、そうなんですね。小学校の時田んぼで野球してましたから。田んぼ、それがすごい。あ、でも中1から発音を手に入れたわけじゃないですか。どうやって勉強してるんですか？まあ、それはね、そのたまたまなんですよ。中学校1年生の入学前の父兄懇談会というか、はいはい、説明会みたいなので、NHK のラジオ講座、はいはい、英語会話、基礎英語が当時、基礎英語っていうのがあって、それを聞かせなさいと、はいはい、母親が聞いてきて、まあそうかと思って聞き始めたんですよね。なるほど。そうすると講座の中で先生がね、そのネイティブのゲストの発音を真似して言いなさいっていうわけ、はいはい、で、例えば「Is this your pen?」とか、はいはい「Is this your pen?」って書いてあるのに「はい、Is this your pen?」って言いよるでしょ。なるほど、なるほど、ね。で、同じ音が出ないから真似しようと思って何回も何回も繰り返していて、まあなんかそのうちに覚えたみたいな。あ、やはり真似るってことですね。そうそう、まあラッキーやったのは、その日本人の英語の先生の発音を聞くよりも、まあ1週間か10日ぐらい前からネイティブスピーカーの音を先に聞いたっていうのが、なるほど、ああ、なるほど、なるほど、なるほど、うん、そういうことですね、はい、それを真似てったってことですか？真似てった。はい。まあまあ、その後例えば大学入ってから、その音声学の教科書をちょっとね、はい、かじって読んだりとかとかいうのはしましたけど、まあ基本的には真似して。なるほど、もうずっと真似で、真似で。中高大とどうですか、英語自体は好きで？うん、まあまあね、割と好きでしたね。あ、そうそう、結構好きでしょ。あ、そうね。うん、外大に行くか理系に行くかで、あ、そう、2年生の、高校2年生の、もうそれこそ2月と3月ぐらいまで迷ってました。迷ってた。3年生の時に理系のクラスに入るからね、文系のクラスに入るから。うん、で、結局英語の道を選んだ。違うんですね。理系に行ったの。理系に行ったんですか？理系に行ったけど、理系に行った先の大学でつまずいたんで。ああ、そうだったんだ、ね、うん、もう落ちこぼれですから、大学で。ああ、そうだったんですね。そんなことで、たまたま ESS というクラブに入って大学で、はいはい、で、そっちが面白いものだから、そっちにもうのめり込んでいってしまって、なんか知らないけど今英語を教えてるという。なるほど。高校生の時は、まあ大人になったら徳島に戻って、高校の数学の先生をしてるんだろうと、ぼやーと思って。そうだったんですね。へー、うん。で、ESS にのめり込んで、ディベートをいっぱいやったんですか？うん、ディベートは、まあ一応、信頼というのは、はい、どの、まあ、それ、まあ、広前田さんと同じ、ね。そう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 、ね、広前田さんの5年上なんですけど、ね、5つそこのセクションっていうのがあってね、はいはい、彼はディベートをやってた、はあ、で、僕は芝居やってました。あ、うん、なるほど、分かれてるんですね。そう、ただ全体の行事というのは結構たくさんある学校というか、はいはい、まあクラブだったので、はいはい、ドラマの、うん、人たちも夏と春の合宿にはディベートをする。あ、そうなんですね、うん、まあ、全て、はいはい、するんですけど、ディベートもドラマもスピーチもなんかディスカッションも、はいはい、うん、そうだったんですね。だからそれにはちょっとやらせてもらったけど、うんうんうん、なるほど。それで、そう、芝居にじゃあ飲み込んでってですね、はい、あ、そう、だからあれですね、結構芝居についてツイッターとかでもです、ね、はい、だからもう英語劇から入って、日本語の方も見る専門ですけど、はい、
うん、今も最近は関西の小劇場結構行ってますね。そうなんですね、うん、そういうことだったわけですね、うん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 、でそこから英語の先生になったわけですね。はあ、であれじゃないですか、コピーングやっぱり、うん、あのオバマの頃、ね、すごくいろいろやってテレビ出たりしてましたからね、はい、ね、英語で喋れないとですか、はい、はい、ね、1回だけ出ましたね。若い皆さんは分からないかもしれないですけど、10年前ですからね。あ、そう、まあ、実際には9年ちょっとか、2009年の12月に放映されてましたからね。覚えてます、どんなことでやったかとか。あ、だから2008年に、勝利宣言をね、はいはい、オバマさんシカゴでしはったやつの、まあ、15分ぐらいあるやつの最後の部分を映像を流して、はいはい、で音声を消して、だから映像はオバマさんがこう映ってて、はいはい、でその最後の部分の音声を僕がやったんです。あ、なるほど、そういう感じだったんですね、うん、そうそうそう、ちょっとやります、ちょこっとだけ。もう、あれはね、もうさすがにその時代が古いので、なんか最近じゃあ覚えてる。いや、最近あのね、スティーブ・ジョブズさん の、 あ、はいはい、あの2005年のスターフォードのやつの方がまだマシかな、はい、それも結構前ですね。それも前ですね、あの、はい、ライブというか、もともとのはそっちの方が早いからね。そっちの方が2005年ですから、はい、うん、やるんですか、なんか見たいんじゃないですか。何やろね、触りなんか、まあ、別にこの辺のは全部カットして、そこからボンっていきなりいきなりそこから honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal, just three stories. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world.Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal, just three stories. いいじゃないですか。イントロですね。はい、知ってます、僕もそれは。はい、わー、そうです、こんな感じなんですよ。こんな感じ。ほら、ね、これもみんなびっくりですね。だいぶ聞いてへんから、こうずれてると思うけどね。いやいやいや、すごい、素晴らしいですね。うん、いやー、すごいコピン。いいね、それね。いやー、かっこいいですね。そう、スピーチコンテストとかも出るんですか？どうも。スピーチコンテストというのは最近、うん、そう、はい、トースマスススクラップというところで、はい、やってますね。やってますよね、うん、今シーズンは全然ダメだった。あ、そうなんですね。去年は、はい、その6回戦あるんですよ、全部。そんなに戦うんですね。クラブがあって、クラブが集まってエリアっていうのがあって、これはまあ言うたら C 大会みたいな、はいはいはい、で、その次はディビジョンって言って、これ地区大会、まあ、関西の場合は関西と名古屋ぐらいまでが一緒になってます。でその次が全国大会ですね。へー、うん、そんな感じなんですね、うん、でその後おう、まあ、年に1回1か所に集まって世界大会があって、そこで準決勝、セミファイナルがあって、ワールドチャンピオンのパッドチュピー。そんな感じなんですね。まあまあ、でも実際にはその世界まで行く人はもうね、日本で1人しかいないので。あ、そうなんですね、うん、へえ、まあ、とりあえず僕らの当面のなんかこう目標的なのは、その日本の全国大会、はいはいはい、ディストリクトっていうんですけど、はいはい、そこに出れると、おう、みたいな。おお、そういうことなんですね。僕はその一個手前まで行きましたけどね。そうなんですね。じゃあ目標は全国大会。そうですね。今回は1回戦で敗退しましたから。そうなんですね。ちょっと準備が全然できてなくてね。ああ、やっぱ重要なんですね、うん、そういうことが。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.